こんにちは、チーフのミイラです。1月10日、110番の日のフロンティア TV をしています。ダイヤル110番をですね、適切に使おうというキャンペーンの日みたいですけれども、私もどうですか、2年前ぐらいですかね、いきなり警察から電話がありまして、まあ、あなたのお部屋にですね、女性が監禁されているという連絡が入りまして、警察官30人を今来ておりますけれども、何もありませんでしたと、はい、一般人に仕掛ける大きなドッキリかなと思うぐらいですね、びっくりしましたけれども、まあ、ちょっと、ね、実際にやったら大変なんで、ね、しょうがないかなと思いますけれども、まあ、調べていくとどうやらいたずらだったと、はい、いうことだったんですね。さてこのロンティですね、てるてる坊主バージョンしましたけれども、まあ、来週どうしてもね、晴れてほしいということで、作りましたけれども、絶対晴れますね。さて、本日新着物件が4件入っております。そちらをご紹介させていただきます。はい、ツイートのところにですね、1月10日4件入ってきております。一つ目はですね、こちら富士河口小町船津 2DK 7万3000円でありますけれども、1階のお部屋が出てる青いマンションなんですが、そちらの2階3階も出たということでですね、3階は最上階角部屋の物件が出てます。で続いて、富士河口小町船津 1LDK 41,000円、こちらもね、最上階角部屋の部屋、富士河口小町小立 1K 42,000円、こちらはちょっとね、個人契約であれば家賃の方も相談できるんでね、気になった方連絡いただければと思います。一つだけ見てみましょう。富士吉田市上吉田のビーナスハイツ 3LDK 66平米ですね、65平米ですか、はい、今月末に、ね、出るお部屋で結構ゆったり、している 3LDK、7万円で安いかなというところですけれども、まあ、上吉田なんですが、通称横町バイパスよりちょっと南にあるんでですね、お店が近くにちょっとないかなというところがマイナス点でしょうかね。まあ、その分ね、家賃も安くなってるんでいいんではないでしょうかね。あとこちら、バルコニーものすごい広くていいなと思うんですが、残念ながらちょっと東向きなんですよね。まあ、午前中の日当たりはね、かなりいいんで、洗濯物は早めにした方がいいんじゃないかなと思います。はい、では、本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。でってれー。